私は2016年にライザップのボディメイクグランプリスタイルデザイン部門という大会で関東優勝、そして全国優勝をした経験があります。なぜ私が全国優勝できたかという秘密についてお話ししようと思います。これからコンテストで優勝を狙っている人は必見です。ライザップの大会っていうのはライザップの会員とか卒業した人が対象になる大会のことです。2400名の応募があって、書類審査、エリアトーナメント、それを勝ち抜いたファイナリスト58名から審査が行われています。大会のためにまずしたのは情報収集、徹底した情報収集が必要だと思いました。上位に来る人は芸能人ばりに美しい顔立ちと体の人が出場します。劇団で女優をしていた頃も見た目とかスタイルで勝負するのは無理だっていうことは分かっていたので、それ以外の部分でなんとか勝負するために情報収集をしました。早い段階で準備をしていたのはスピーチでした。当時のライザップの予選ではスピーチ時間が30秒、本戦では2分くらいの持ち時間があったと思います。スピーチで強烈な印象を与えるために何とかしなければならないということで、こんな風に原稿を作っていました。一番参考にしたのはライザップの企業理念や大会の趣旨、概要についてです。企業が何を会員に求めているのか、どんな優勝者なら多くの会員があんな風になりたいと憧れるのか、スピーチに求められているのはどんな内容なのかということを念頭に置いて原稿を作りました。大会の概要についてはその大会のホームページがあったのでそこを見ました。大会の概要にはこんな風に書かれています。人は変われる。ライザップは創業以来ゲストと真摯に向き合い、寄り添うボディメイクを通して人生最高の体と自信、そして期待を上回る感動を提供すべく励んでおります。今回のグランプリテーマは人は変われる。ライザップでボディメイクに挑戦し新たな人生を歩まれる方々の気高さを本グランプリを通じて多くの方々に感じていただきたいと願っております。大会のホームページに書かれている文章はきっとプロのライターの方とかっていうのが書いてると思ったんですよね。かなり時間をかけて練りに練った文章だと思うんです。大会の概要にはキーワードとか大会の趣旨っていうのが正確に書かれていると思いました。そこでスピーチにはこのキーワードを盛り込むっていうのをすごく大事にしました。ライザップに入会する前と今ではどう違うのかとか、ライザップのトレーニングとかトレーナーは自分のためにどうしてくれたのかとか、今後はどうなっていきたいのかっていう点についてもよく考えました。実際に私が予選で読んだスピーチについてお話ししようと思います。弱音が多い私にトレーナーはいつも真摯に向き合って励ましてくれました。薬を飲まなくてよくなり、病院に行かなくてよくなり、また新しいことにチャレンジしてまだ見ぬ世界を見たいって思うようになったのは一番大きな変化だと思います。トレーナーの方から少しずつ積み重ねていくことで筋肉も体も変わっていくんですという言葉に私は希望を感じました。心が弱くなった時にその言葉を思い出して前向きになれました。トレーナーの方と二人三脚でここまでやってきて、その期待に応えたい、私ならできると信じたいという思いでここまで頑張ってきました。ここまで頑張れたのもライザップが変えてくれたからです。ライザップは私の人生を大きく変えてくれました。今は感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございますっていうようなスピーチをしました。今は当時と心境がかなり違うので切羽詰まった感じとかっていうのはないかもしれませんけど、こんな感じでスピーチをしました。当時のスピーチの映像がライザップの公式の YouTube に配信されているので概要欄に貼っておくので、よければそちらもご覧ください。の中でも語っているように印象を強く見せるために私はギャップを感じさせるような構成と内容にしました。このスピーチでも話しましたが、私は
その当時かなり辛い生活を送っていて、メンタルも崩れて劇団を去るという自分の人生にとってかなり大きな転機があったんですね。かなり辛い日々のことっていうのは普通はあまり表舞台では話したくないと思うんですけど、あえてそれを表舞台で話すことによって見た目と大きな心の変化によって強烈なインパクトを与えようという作戦を練りました。この見た目に関しては当時はこんな感じの古い肌のギャルみたいな感じで大会当日には出たんですけど、これにももちろん計算があります。フィットネスの業界では外国人のような健康的なギャルの方が受けがいいかなって思ったんですよね。あとフィットネスは今は違いますけど、当時は男性のトレーナーの方がすごく多かったんですね。男性が好きな女性っていうのはどういう人なんだろう、体を鍛えているような男性がどんな女性を好むんだろうっていうことを考えて、健康的なギャルがいいんじゃないかなって思って作り上げていきました。メイクとか髪型、あとキラキラしている水着、黒い肌っていうのは簡単に作り込めますけど、派手な見た目と繊細な中身っていうのを見せればきっと多くの人がギャップを感じるっていうのと、あんなに派手な女の子が実は辛い時期があったんだって思うことによって印象に残したいっていう計算もありました。スピーチの中で話したように目を見張るほどの変化があったっていうことをアピールするために、自分のマイナスの部分からいかに健康になったかということをスピーチを通じて話しています。ちなみになんですけど、私がこのようなスピーチで予選と本戦を優勝したことによって、その翌年から病気だった私がこんなに健康になったっていう流れのスピーチがすごく多かったみたいで、この手段はもう使えないっていうのを翌年の出場者の方から聞きました。他の方のスピーチを見ていたんですけど、その時に自分がどれだけ変化したかとか、トレーナーに感謝の気持ちを伝えたいっていう風にスピーチをしていた方は多かったんですけど、他の方にあまりなかった視点というのが、企業の大会であることっていうのをもしかしたら忘れてらっしゃるのかなっていう方が多かったような気がします。もしその大会に優勝したら、その大会の顔になるっていうことをイメージする必要があると思うんです。この人を優勝させたら、その次の年以降の出場者は多分その優勝者のようになりたいって思うと思うんですね。自分らしくスピーチをすることとか、自分らしくパフォーマンスをするっていうことよりも、求められているものを演じるっていう方が適切だったのではないかなと思っています。次回はコンテスト直前になってどのような練習をしたかということについて話そうと思います。チャンネル登録といいねお願いします。また感想やコメント、リクエストなどもコメントに残していただけると、もしかしたら採用するかもしれません。番長ミルクでした。また見てね。